はい、本日ですね、こちらアークテリクスのベータ LT をご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、ご紹介させていただくんですけども、最近ね、よくマウンテンパーカーのご紹介させていただいてたりだとか、あと以前からね、見ていただいてる方って、似たようなジャケット持ってないって思われる方いらっしゃるかもしれないんですけど、そうなんですね、ほぼほぼ同じようなジャケットを持ってるんですよ。で、こちらの名前がゼータ SL と言います。で、こっち今回紹介するのがベータ LT と言います。で、これの覚え方はですね、もうありません。めちゃくちゃややこしい。もういろんな名前がベータやゼータやアートムやなんとかやなんとかやっていっぱい出てきます。で、それに対してですね、 LT であったり SL であったり AR であったりって山ほど出てきますので、これはですね、僕の視聴者さん覚える必要ございません。僕は人気のジャケットそこから購入して全部紹介する予定になってますので、僕の動画見ていただいてね、あ、じゃあ俺にはこれが向いてんな、あ、俺にはこれが向いてないなっていうところを別にアークテリクス全部揃える必要なんかなくてですね、まあ、人気のジャケットってある程度何個か決まってますので、まあ、その中から選ぶっていうのがね、一番いいんじゃないかということで、今回ベータ LT をねご紹介させていただこうということで、本日の流れとしてはですね、まずはね、パッと外観見てもらって、次は早速着用していきます。で、サイズ感とかもね、お話しさせていただいて、その次には特徴ですよね。このベータの特徴って何なんですのと、今回紹介するからにはやっぱ以前とは違うんですよねっていうところもね、お話しさせていただいて、その次はですね、ちょっとまあデメリットと言いますか、僕個人的に感じるのはちょっとこういうとこどうかなと思うんですよみたいな話をしてですね、その後ね、おすすめの人ということで終わりたいなと思いますので、まず最初はね、外観見ていただこうと思います。はい、それではですね、こちらがベータ LT の外観ですね。こう、まあマットな感じでね、まあアークテリクスとロゴがこのシルバーなんかな、ちょっと白っぽい感じで入ってますね。もちろんジップは止水ジップが採用されておりまして、両脇のねポケットのところもしっかりこう止水ジップが採用されておりますね。でね、アークテリクスはね、ゴアテックスのロゴっていうのがね、この肩のところにいつもあるんですよ。これが特徴的で、なおかつこのジャケット自体も2021年、昨年出たばっかりのモデルなんでね、まあ旧モデルはもしかしたら違う場所かもしれんけども、で、新しいやつはね、この辺にありますわ。で、まあベンチレーションがあったりするんで、まあ後でね、この辺はちょっと喋るんですけども、まあ、この辺がね、外観かなと。まあ後ろはね、いたーってシンプルですわ。特にロゴとか何もないし、ポケットも何もございませんというところになっております。はい、それでは移動してきました。こちらがね、ゼータ LT でございます。で、まあベータ LT とね、比較動画をまた後日出しますので、それ気になる方はちょっとそっち見ていただければいいかなと思うんですけども、まあパッと見は一緒ですわ。ほぼほぼ一緒やから、まあ一旦今回はちょっとベータちゃんじゃなくてゼータちゃんは置いといて、ベータちゃんでいきますね。ベタベタやないかいのベータで覚えておいてください。で、何がベタベタやないかいになるんかっていうところもね、お話ししていこうと思いますので、まず着用していきますね。アークテリクスはね、基本的にワンサイズ落としたぐらいがちょうどいいです。普段着てはるのが L サイズ、まあ僕は L なんですけどね、 L サイズ着てるんやったら今回購入したもこれは M サイズです。だからまあ普段着てるののもう一個下げれば、まあジャストかなと。まあやっぱ海外企画やからね、ちょっと大きめに作られてるっていうところもあって、で、着丈もね、もともと長いし、ワンサイズ下げるぐらいでいいかなと思います。ともすれば人によったらね、2サイズぐらい下げた方がいい方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、これがね、M サイズですね。ではですね、まず特徴を言っていこうかなと思います。で、まあ、アークテリクスのね、ジャケット一回買ってみたいなっていう方もね、いらっしゃるかなと思いますので、まあ、いつも資料なね、話なんですけども、まずゴアテックスの話からさせてください。でね、このゴアテックスっていうのはよくよく聞くんやけども、何のことかはさっぱりわからへん。とにかくいいやつやろっていう方もね、いらっしゃると思うんですよ。で、まあ、このゴアテックスって何のことなんかというとですね、こう、雨風をしのいでくれると、このジャケットが、こう、屋根代わりとかになってね、ちゃんと雨と風を守ってくれるんだっていうのが、このゴアテックスのすごいところなんですけども、人類はですね、まあ日本人ちょっと遡りましょう。雨風をしのぐためにですね、室町時代とか平安時代、あの時代からね、傘ができたっていうのが有名な話であったりするんですけども、そんなね、大昔の人も傘は使ってたんだよと。で、傘の歴史ってどうなってんのかなってちょっと気になるじゃないですか。で、傘の歴史どうなってんのかなと思ったら、古代エジプト、もう4000年前、この時代ですわ。この時代に実は傘ってあったらしいんですよ。だからね、この人らもね、実は雨と風って嫌だよねってやっぱ思ってたみたいです。で、今となればね、もう傘なんか差す必要ございません。このゴアテックスがあればですね、フードをパッて顔振るだけで全く濡れません。まあ見た目がどうのこうのというのはちょっと一回置いといてもらってもですね、まあ雨と風を防げるっていうのはすごいいいじゃないかということでね、僕はゴアテックスをよくお勧めさせていただいてるんですけど、まず一つ目の特徴というのは、このゴアテックスが採用されている古代エジプト人もびっくりということで、最大の特徴かなと思います。じゃあ二つ目はどんな特徴がありますのというとですね、そのアークテリクスの中でもちょっと生地がね、まあ頑丈な方になってるんですよね。で、アークテリクスってさっきも言いましたけど、 SV とか AR とか LT とか SL とか、まあいろいろそんなあるんですけど、そのね、なんかそのよくわからへん、メーカーが決めたその LT なんとかなんとかってあるんですけどね、そのまあわかりやすく A から Z とかにしてたらわかりやすいんですけどね、 ABC って言うとめっちゃわかりやすいですか。 ゼータ A、 ゼータ B、 ゼータ C ってやったら一発でわかんないなと思うんやけども、なんかその SV や AR や LT や SL ってつけてるんですけど、要は何かっていうと、その最強の順番が並べられてるんです。
ですよ。だどんどん生地が分厚くなったり最強になっていくんやけども、まあどんどん SV が最強、次は AR オールラウンドですよねなんて言って AR、 で次がこの LT になってるんですけど、軽量でなおかつ頑丈なやつで、さらにその後 SL って言ってこうライト級、もうちょっと軽くていいやつっていうので、どんどんまあ生地の分厚さって表現されてるんですけど、まあそれはねこのアークテリクスの中でもトップから3つ目ですよというのがね、この LT になってます。だからちょっと生地感がねこれ触らんとはっきり言ってわからないんですけども、例えばゼータとね比べると生地感にねちょっと張り腰があるかなというような印象です。でね、どうせやったらついでにもうご紹介しちゃおうということで、これが最強のねモデルの SV というタイプになります。まあ言うとアルファベットで言うと A ですわ、 A ランクで、僕が今ここに着てる LT はね C ランクで、その後このゼータ SL が D ランクっていう感じの生地の厚さね、生地の厚さ、生地だけの話ですよ、ジャケットとしてっていう話じゃなくて、でやっぱ SV までいったらねめちゃくちゃ張り腰あります。全然違います。もう同じマウンテンパーカーじゃないやんっていうぐらいね張り腰があったりするんですけども、まあそういった頑丈な生地が使われてますよと。なので別に街中で着る分にはそんなに頑丈か頑丈じゃないかってあんま関係ないじゃないですか。そう、普通にスーパーで買い物行っててね、なんかおばちゃんとバーンってぶつかってね肩破れることってまあないじゃないですか。それはまあ例えばセールとかで肉の取り放題とかね、激安セールとかね、大阪ではタマデってあるんですけども、そういうところで1円セールとかあったりしたらね、それはもう胸ぐらつかんだり何円したり、もう袋も入れ放題って言ったらもうパンパンになって溢れてるでみたいなこともあったりするんですけども、そういう大阪でスーパーで買い物されへん方やったらね破れる心配ございませんので、特にまあ気にすることじゃないかなと思うんですけども、まあ生地が頑丈であると。だからまあ登山する方とかはね大事だし、まあ登山する方と大阪のスーパー多摩出て1円セールを買う方、まあこの辺はねあの頑丈、より頑丈な方を求めた方がいいかなと思うんですけども、頑丈になってると。でさらにですね、こちらベンチレーションっていうのがついてるんですね。でこのベンチレーションっていうのはですね、このようにパッて開けてあげるともうね中が丸見え状態になるんです。まあなのでね、どうしてもあの熱気が溜まりやすい部分って、人間ってだいたいこの脇とかこの首ら辺にねこう熱気って溜まりやすいんですけど、その中でも首ってまたねすぐにこうあのジップ開けたらねこう放出できるじゃないですか。でも脇ってなかなかこう逃げへんっていうところで、このベンチレーションがあるんですよ。だからねこっから熱を逃がしてあげるんですけど、まあ、僕の視聴者さんはですねちょっとおふざけされる方が多いっていうことなんで、あの間違ってもですねこのジャケットの中で全裸では着ないでください。しっかり T シャツとかねあのロンティーとか着た上でこのベンチレーションを使う分には何の問題もございませんし、合法としてやらせていただいております。ただですねこれ全裸で中着た状態で着ます。そしてベンチレーションを上げると、まあ、剛毛の方はねあのどっちにしても真っ暗いからいいってことになるかもしれないんですけども、薄い方とかやったらねやっぱり変態感出ますので、まあ、それはね僕のチャンネルからは出ないようにっていうことは皆さんにねちょっと一つだけご注意させていただきたいなと思いますので、こちらベンチレーションということになってます。じゃあね次、じゃあデメリットいきましょうということで、デメリットなんですけども、デメリットとしてはね別に着心地が悪いとかもないんですよ。頑丈、あの生地が頑丈になったからって言って動きづらいとかもそこまでの頑丈さはないから、全然別にこう動きやすいし着やすいし問題ないかなと思うんですけども、やっぱり僕最初にこのゼータを知ってるんですよね。だからあの ABCD の D ランクの生地の使ってるやつねを知ってるから、これがね44,000円なんですよ。で今回着てるあのベタベタやないかいのベータじゃんね、あなんでベタベタなんかというと、一番ベタな機能ってこれベンチレーションとかゴアテックスとか、あと止水ジップとか、もうありとあらゆるベタな機能もついてるからベタベタなんですけどもね、まあそういう感じで覚えていただければいいかなと思うんですけども、まあそのねベータ LT やったらね、まあ生地がちょっと頑丈にグレードアップしてて、まあ脇のねベンチレーションついてるじゃないですか。で元々のこのゼータ SL はもうちょっと生地がね柔らかいっていうか薄くて軽いっていうのがね特徴的で、まあ持ち運びもしやすいんですけども、その代わりベンチレーションとかはございませんということで、44,000円なんですけど、まあ4万円に消費税ですね。で対してこのベータは今回ですね5万円に消費税なんですよ。だから1万円上がってるんやけども、1万円上がってベンチレーションと若干生地があの頑丈なったかなっていう違いって、まあいる人いてるんかなと。だからどうしてもこう初めて買った方はねお気づきじゃないかもしれないんですけど、こういろいろ持ってる中で考えるとね、こことの違い作るために1万円上げてベンチレーションとこの微妙な生地感っているんかなとかって思うんですよね。やったらもっと値段上げちゃってもう6万とか7万とかに上げてね、もっと張り腰つけてもいいんかなと思うんですけど、こことの差別化ってね非常に難しいというか、こう微妙なラインなんですよ。だからその辺はねどういう風な位置づけで作ったんかなっていうのがあんまり僕にとってちょっとよくわからないんですよね。なのでこのデメリットとしてはですね、あんまり該当される方が少ないとは思います。この LT の方が絶対いいよと、ゼータじゃなくてベタベタの LT の方がいいよという方がちょっと少ないんちゃうかなと思う。どっちかというとゼータでいいんちゃうっていう風にやっぱ思っちゃうんですよね。だからまあその辺がねちょっとデメリットかなと思うんですが、まあとはいえおすすめの人っていうのはやっぱりさっきも言ったようですけど、登山とかねやっぱりそういう劣悪な環境でね過ごす方とかはねいいんじゃないかなというところで今回ご紹介させていただきました。
で、まあまあ近々ね、あのゼータ SL とのこの比較っていうのを名詳細にねお伝えしたいなと思います。もちろん記事の頑丈さとか今適当に口だけで言ってるんですけど、いやいやちょっと待てよと、もっと細かいところで見ていこうやないかと。それこそジャケットの重量とかもね、若干やっぱ何十グラムとか違うんですよ。でそれってねどう影響してくんのとかっていう話であったりとか、あとそれ以外にもね細かい仕様ってどう違うのとかっていうところね、またきっちり比較は比較でまたしようと思ってますので、また楽しみにしておいていただければなと思います。ということで本日はですね、こちらベータ LT をご紹介させていただいたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。